カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はフランスの共同親権を描いたジュリアンという映画をご紹介いただきました。はい、私、石山もてかみちゃんも見てきました。怖かったでしょ。怖かったですね、本当に。例えばなんかすごくこう細かいところで実感、私が DV を受けた経験はないんですけれど、でも実際こういうことなんだっていうことをこうすごく感じる映画で、例えば、その夫が妻の手を握るシーンがあるんですけど、なんかこうやばい人ってこういう風な手の握り方してくんだよなってことをそうそう思い出したりとかしました、ね、なんかこうゾッとする、なんかこう芝居力みたいなものに圧倒されてた90分だったんですけど、なんかそのまあジュリアンという息子がまあ、板挟みって言ったらね、妻の方が悪く聞こえちゃうかもしれないけど、まあ、結果的にそうなってしまうっていてっていう話じゃないですか。はい、なんかね、その DV をしている父親の何がずるいって、もうはっきり物言えたり、物事の区別とか判別つきそうな娘側にはそんなに言ってないんですよね。小さな子供からなんとかかんとか、その子の母親、自分の妻の情報を聞き出そうとしているという、なんか そのなんかそういうずる賢さあるよね、こういう加害者ってっていうのもすごい思ったし、なんか映画の内容どこまで踏み込んでいいのかわからないですけど私はその最後のシーンも、なんかまあまあ一段落かはあるんですよ。とりあえず一段落っていう感じではあったけど、全く安心できないっていうか、こっからがジュリアン一家にとっての本当の意味でのまた辛い課題が始まる。終わってないですよね、あれね。終わってないですよ。ね、あと最初奥さんの家に入ってきて、暴力振るうのかと思ったら、なんかごめんなさいみたいなことを言って、ね、泣き落としにかかるところも怖かったですね。怖かったです ね、ね、僕悪いんですとか言ったりするんですけど、まあ、その時だけなんですよね。ね、俺は変わったんだとかそういう風なシーンもあったけど、なんか仮に本当にね改心して変わってとか、まあ、また別のパートナーには絶対そういうことはしないとか、そういう方ももしかしたら、とか、まあ、いるとは思うんですけど、まあ、された側は改心してようがしてまいが、された事実は揺らがないから一生ね、なんかそういう視点ってやっぱ加害者側は抜けるのかなって思って怖かった、怖かったんですけど、フランスは共同親権の、まあ、先進国ではあるんですけど、これやっぱり警察の動きが早いんですよ。早かったですね、はい、警察がね、パリ警察のそのなんというか、まあ、児童虐待部署を描いた映画もあるぐらいでですね、もうとにかく児童が虐待されてるとか奥さんが虐待されてるって言うと警察がもうすごいスピードで突っ込んでくるんですよ、フランスは、それがあるから共同親権もまあなんとかやってるんですね。それでもやっぱり事故が起こるわけですけれども、この映画みたいに、でアメリカは共同親権の審査がものすごく厳しいです、もう本当にこの間も言ったんですけど、ブラッド・ピットが結局一時的に共同親権を取れそうになったけれども結局取れませんでしたね、はい、ブラッド・ピットでダメなんですよ、だからそれだけ、フランスやアメリカはこう厳しく審査があったり警察の動きが早いっていうの、まあ、ありきであるけど、日本はいろんなことが何にも精査されないまま可決されちゃいましたから ね、共同親権がね、ジュリアンでも出てきて、ジュリアン自身が男の子、その子供自身が親をどう思ってるかってことをちゃんと、火災でね、証拠として扱ってましたし、そのブラッド・ピットがその共同親権取れないのも子供たちが嫌だって言ったんですよ、で子供たちの、まあ、意思を一番尊重するような法律の、まあ、制度ができてるんですけど、アメリカとかフランスとかでは、日本そんなことも何もやってないですよ。いやね、しかもその養育費もこうしっかり取れるのか取れないのかわからないような状況でこの共同親権をこう運用していこうみたいな今流れになってるのは本当にちょっと私はどうしてっていう
反対しかないだろうって思いますし、まあ、その数値がイコールじゃないと思うけど、うん、そもそも 75% ぐらいの人が養育費をね、あの未払いのままっていうのもあるから、そういうその養育費も払わず、うん、なんか、うん、みたいな、ね、元夫たちが、うん、俺にも親権があるんだって言ってると思うと、ね、というね、アメリカ強制的な支払いの、ね、はい、制度があるんで、うん、俺みたいに別にいなくても聞かれるぐらいですから、ね、どっかにあの養育費の義務あるんじゃないですかと必ず言うんですよ、もう税理士とか、はい、だから日本はそういうのも何もやらないまま、ね、共同親権だけ通しちゃうって、それでいてね、はい、同性婚とかね、いや夫婦別姓とか、ね、何が何でも通さないじゃないですか日本の国会って。なんかとにかく女性を家に閉じ込めようとしているのかなって思っちゃいますよね、個人的には。そうなんですよ、とにかく家父長制を維持するためだったらどんなことでもするというのが日本の体制で、まあとんでもないんですけど、ね、なんか男性側が親権取りづらいのって、私は個人的にはそれはそれですごい問題だなって思うから、はい、なんか別 その共同親権とかじゃない、うん、もうなんか方法があるだろうって思うんですけどね、うん、なんか女性にばっかり親権がいっちゃう問題もすごい分かるは分かるんで、まあ、あそうですけどね、うん、まあとにかく審査が大変になっちゃうんですよ、うん、でところが家庭裁判所って今が人手不足でもう全く機能してないんですよ日本って、うん、それで共同親権やったら多分審査まともにならないんですよ家裁の、うん、本当にこう人の何もかもおかしいと思いますね。命が関わってくることをこんなにすっすと決められていいんだろうかっていうのを本当にこうジュリアンを見て考えましたですよね、はい、これはフランスでもずっとやってるけどこうなんだってことなんでね、はい、だからあれ最初にその火災 その判事さん の、はいはい、その裁判官さんから始まるっていうのも重要で、うん、彼女はいくつもある裁判の一つとしてしかやってないんですよやっぱり、はいはい、そうですね、そうだからそんなに真剣に やれないんですね、数がいっぱいあるから、うん、それででもものすごくその夫婦や子供の運命が決まってしまうっていうこともちゃんと描いてる映画 でしたね、うん、ジュリアンっていうのは、はい、はい、ジュリアン、アマゾンプライムビデオで配信中ですので、まだの方ぜひぜひご覧ください。うん、そして町山さん、はい、今日は、はい、今日は今週19日金曜日から公開になる偉人たちという映画を紹介します。はい、これ今流れてるのはね、はい、ペットショップボーイズという、まあ、テクノグループイギリスのね、うんうんうん、の It's a Sin というね、1980年代のヒット曲なんですけど、これそれは罪だっていうタイトルの歌なんですよ。うん、でこの場合の罪というのは同性愛ですね。おー、はい、はい、この80年代はイギリスでですね、ものすごくたくさんその、ゲイであることをこうオープンにしてカミングアウトした、まあ、ロックグループがいっぱい出て次々とヒットを飛ばした時代なんですよ、はい、はい、イレイジャーとかですね、ブロンスキービートとか、もうこれからかかりますけど後ろでバックで僕が選んだんで、はい、まあ、そういったバンドが、あと、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドとかですね、カルチャークラブはご存知ですかね、はい、ちょっとわかるわと、すみません、わからないと思います、はい、申し訳ないです、はい、あの80年代はすごくイギリスからゲイであることをこう、まあ、はっきりと言ってでゲイについて歌うというグループがいっぱい出てた時代で、うん、それを背景にした映画を今回紹介する偉人たちという映画なんですが、うん、はい、はい、偉人たちというのは偉大な人という意味じゃなくて、うん、異なる人たちという意味なんですね、はい、はい、で具体的に言うと幽霊のことです。うーん、はい、で、これは日本の、小説が原作になってます、うんうん、はい、これ山田太一さん、この間あの亡くなりましたけれども、うん、シナリオ作家としても知られている山田太一さんの小説の偉人たちとの夏という、まあ、小説が原作なんですね、はい、はい、
でこれ1987年に出版されて、1988年に大林信彦監督で映画化されてるんですけども、はい、これはご覧になってないですよね。はい、私はよ見たことないです、うん、はい、これ素晴らしい映画なんでね、まあ、U-NEXT とかで見れると思いますので、うん、ぜひご覧になっていただきたいんですが、はいはい、時代はねその時バブル期だったんですね、うん、でみんなお金持ちになってたところなんですけども、うん、はい、で主人公はシナリオライターで山田太一さんもシナリオライターだったんでね、うんうん、でところが、まあ、チャラチャラやってるうちに、山田太一さんやってないんですけど、うんうん、その主人公の風間森夫さんはなんかチャラチャラやってるうちに奥さんと子供に逃げられたと、うん、で、絶望的な気持ちで一人暮らしを始めるんですけれども、うん、その同じそのマンションに住んでいる、美人 の, その名取裕子さんが訪ねてきて部屋に入れてっていうのに、うん、まあ、すごくイライラしてて、うん、離婚 で,、うん、で彼女を追い返しちゃうっていうぐらいイライラしてるんですね、うんうんうん、名取裕子さんを追い返すってろくでもないなと思いますけど、うん、はい、ありえないだろうと思いましたけど映画見た時も、はい、で、もう本当に行き場を失った風間森夫さんは、はい、子供の頃暮らしてた浅草に行くんですよ、うん、でその浅草でそこで自分の両親と会うんですね、うん、その両親はお父さんが片岡鶴太郎さんでお母さんが秋吉久美子さんなんですけど、うん、どうしてこの二人結婚するかと思いましたけど今日、まあ、町山さんの感情がすごい。そうですね、ねえ、僕秋吉久美子さんとかもう本当に女神のような人でしたからね僕にとってね、はい、で、まあ、片岡鶴太郎、おいどうしたんだよお前って久しぶりに帰ってきたな、うん、みたいな、ね、この江戸っ子弁でね、はい、ね、で優しくするわけですよその風間森夫さんにね、うん、でご飯とかちょっとこぼしたりするとほっぺについたりするとそのご飯を秋吉久美子さんがねこうつまんで食べてくれるんですよ、うんうん、こぼしたご飯を食べてくれるのってお母さんだけですよね、うん、すごい愛情表現というか ね確かに ね、で、まあ、すごく絶望的な気持ちになった風間森夫さんはそこで幸せな気持ちになって、うん、両親と会ってね優しくされてで帰り際にねまた来いよって言われてね、うん、またいらっしゃいよって言われるんですよ、うんうんうん、両親にね、ええ、でもねこの両親はもうとっくに死んでるんですよ、うん、この風間森夫さんが12歳の時に交通事故で両親は亡くなってるんですね、ええ、で死んだ時の年齢なんで風間森夫と同じぐらいの、まあ、主人公と同じ40歳ぐらいなんですよこの片岡鶴太郎、うんうん、秋吉久美子さんの夫婦が、はい、まあ、幽霊なんですよ。うーん、で偉人たちとの夏っていうタイトルなんですけどお盆の話なんですね。あ、なるほど、はい、はい、でまあすごく幽霊の話って怖いって思う人も多いと思うんですけど、うん、はい、でも幽霊がいた方がいいと思うのはやっぱり寂しい、うん、会いたい人に会いたいからですよね、うん、でそういうすごく幽霊に対する、複雑な気持ちを描いた映画、まあ、映画であり原作が偉人たちとの夏という、まあ、本当に素晴らしい名作なんですけどこれを現代にそのイギリスのアンドリュー・ヘイ監督という人が映画化したんですよ、うん、でなんでって思うわけですけど、はいね、なんか突然な感じがしますけど、ね、どういうことでと思いますよね、うん、ね、でもこれはすごくまあ、重大な意味があってこのアンドリュー・ヘイ監督という人は、ずっと子供の頃から自分は一生結婚したり愛したり愛されたりすることはないだろうと思いながら生きてた人なんですって。でそれはゲイだからなんですね。でゲイの人が、まあ、自由に、ね、別に恋愛してもいいんじゃないかと思う人もいるでしょうけども彼はそういう人ではなかったんですよ、うん、非常に内気でそれと、まあ、11、2歳の頃に学校でそれでいじめられたりした経験があってトラウマになってて自分をオープンにすることができなかったそうです、はい、で、もう絶望的な気持ちになってるところでその自分の子供の頃育った家に行くとそこにお父さんとお母さんがいるんですよ、うん、
その主人公はね、アダムという、まあ、作家って、まあ、これは完全にアドリヘン監督自身の、まあ、投影なんですけど、主人公はね、うん、でそこに行くとその家の中は80年代なんですよ、うん、でその自分の11歳ぐらいの中学生ぐらいの頃の、子供部屋のまんまになってるんですね、うん、でそこにあるレコードが今流れてるような80年代のそのゲイテクノなんですよ、うん、でちゃんとそのレコードジャケットを見たりするシーンもあるんですけどね、はい、で、まあ、そこでお父さんとお母さんに会えて、まあ、お父さんとお母さんもやっぱりあの原作通り主人公は11、2歳の頃に交通事故で亡くなってるんですよね、うん、で、そこに何度も入り浸るようになるんですけれども、その一方で彼自身が一人暮らしのマンションで、まあ、ハリーという男性がいて、その男性が彼の部屋を訪ねてきて、で、まあ、二人は恋に落ちていくんですよ、うんうんうん、でそこで自分はゲイなんだけれどもと、うん、でも一回もそういったことをしたことがないんだと、うん、40ぐらいなんですよ、うんうん、ね、でその背景にすごく大きくあるのがこの、主人公と監督がその、まあ、自分がゲイであるっていう自覚を得た頃っていうのは大変なエイズパニックが起こってた頃なんですよ。じゃあちょっとそれこそ差別的な偏見も強そうですよ ね。そうなんです。その頃はだからもう本当にジョークとかでそのあのゲイが映るか、ゲイが映るじゃない、エイズが映るから触るなとかね、はい、そういうことを平気で言ったりして、ものすごい差別があった時代で、うん、でしかも、そのゲイであることは生きるか死ぬかのことになってた時代なんですよ。うん、だから、今みたいに、その気楽なもの、今も気楽なものではないんですけども、うん、もっとその頃は生か死かという状況だったんで、うんうんうん、だからちょっとそれは分かりにくいかなっていう、気がしますね、今見ると、うんうんうん、当時は本当にそういう状況だったんですよ。でだからそういうことを歌う人たちがすごく、切実に歌ってて大ヒットを飛ばすという子たちになってたんですよね。なるほど、はい、だから本当にそこからもう何十年も経ってるわけですけども、はい、でそのところがこの主人公のアダムはそのハリーという彼と、初めて恋人同士になれると、うん、いうことで、幸せになっていくのかなという話なんですけどもね。あれ、なんか含みが、はい、不穏な、ねえ、はい、これね原作とねかなり変えてあります、後半とか。そうなんですか、うんうん、じゃあ、大林監督版を見てから見ても違うラストになるってことですか。はい、はい、これは僕はあのだからあこういう風に変えたのかと、うん、いうことで、非常に感動しました。うん、はい、でもそのなんだろう、この時代にこうミュージシャンの人がこう次々にこう自分のことを話すようになるっていうのは、はい、なんか誰かパイオニア的な存在がいたんですか。まあ、その時は、まあ、トム・ロビンソンという、ね、人がいて、はい、その人が一番最初のパイオニアと言われてるんですけども、うんうんうん、やはり大ヒットしたってことが大きいんです。カルチャークラブの大ヒットは大きかったですね。あ、そうか、はい、もう本当になんというか、まあ、全世界で、まあ、トップワンになっただけじゃなくて、うんうん、ボーイ・ジョージさんという、ね、ボーカルの人がもう完全にその女性の姿で、うんうん、いわゆるドラッグという形で、はい、歌うってことでその表に出たってことは非常に大きかったと思います。うーん、はい、ただ歌詞は非常に切実なものが多くて、はい、 そう、まあ、その当時でもワムなんかもすごく売れてたんですけど、ワムはカミングアウトできなかったんですね、ジョージ・マイケルさんはその時は。そうなの、はい、ただ歌詞はフリーダムって歌を歌って、自由になることが 大事なんだって歌ってて、非常にそのなんていうか、まあ、考えてみると最も、ゲイの人がものすごい数でヒットを飛ばした時代でもあるんですよ、同時に。はい、だから この映画はあのその頃にのレコードを出してきてですね、うん、あのこういう時代だったんだってやるシーンがあるんですけど、何の説明もないんで、ジャケットを見てもわからない人に何の意味があるのかわからないと思いますけど、
はい、時代のこととか、うん、その時のなんかこう、まあ、カミングアウト的な、うん、カミングアウトって言葉自体が私はあんましっくりきてないんですけど、はい、そういうの分かった上で見てた方が良さそうですよね。そうですね。なぜ この時代設定なのかってことがすごく大きくて、なぜ父親に会わなければならなかったのか、なぜ母親に会わなければならなかったのかと、うんうん、その当時は彼は言えなかったんですよ、両親に。そういう時代じゃなかった、本当にもうエイズパニックの時代ですから、そう言ったら大変なことになっちゃうわけですよ。両親はなんとかそれやめられないのとか言ったりするんですよ。やめるとかやめないとかじゃないのにって感じですよね。父と母がね、恋したようにね。でもエイズパニックの時代だから、そうか、親は心配しちゃうわけですよ。だからものすごくきつかったことを監督は、じゃあもしこの偉人たちとの夏のように、亡くなった両親に会えてあの頃に戻れるんだったら、言うべきことを言っておきたかったっていう映画になってるんですよね。あ、なるほど。切ないな、はい、監督自身の経験が本当にこう作品の中に生きているよ、うんうん、そうなんです。で今流れてる曲がね、はい、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドというバンドの、まあ、当時のヒット曲、1984年ぐらいか、パワーオブラブという曲なんですけども、うん、このフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドというのは最初すごく、まあ、ゲイの人 の快楽主義みたいなことを歌ってて、うん、リラックスっていうヒット曲あったんですよ。あ、はいはい、聞いたことあります？そう、リラックスって、はいはいはい、あれはいわゆるあの、まあ、アナルセックスについて歌ってる歌なんですよ。そうなんですね。全然知らなかった。そういうの歌って出てきた。だからあれをテレビのコマーシャルで日本ではやってたけど、本当に何かなり、ね、めちゃめちゃ聞いたことある、うん、はい。でだからすごく批判もされてたんですよ。快楽主義的だし、そのエイズの時代になったんでね。そっか。ところがこの歌はその1984年のクリスマスソングかなんかで彼らが出した曲で、すごく真面目に愛の大切さを歌ってる歌なんですよ、うんうん、で、プロモーションビデオはキリストの誕生を描いてて、クリスマスソングですから、はいはい、ね、これがこの偉人たちのテーマ曲になってるんですよ。うーん、で このプロモーションビデオを見ると、この偉人たちのラストの意味が分かるんですよ。それ映画とこのミュージックビデオどっち先に見るのがおすすめですか？ね、そうそうそう、ミュージックビデオの方ですね。ああ、はい、じゃあ見てから、じゃあ見てから見とくと分かります。はいはい、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドのパワー、はい、ネタバレにも何もならないです。ただ、はいはい、分かります。なるほど。全然作品自体のなんていうか良さはそこで損なわれませんから、うんうん、このプロモーションビデオはぜひ見ていただきたいと思いますけども、はい、はい、でこれ偉人たちっていうのはね、今回タイトルは変わってて、うん、オールオブアスストレンジャーズっていうタイトルになってるんですね。オールオブアス、僕らはみんなストレンジャーなんだと、うん、僕らはみんな違うんだっていうタイトルになってるんですよ、うん、はい、このイギリスでのリメイク版は、はい、でこれはすごく大事で、これ金子みすずさんの歌があるでしょ。はい、私鈴と小鳥とそれから私、そう、鈴と小鳥と、ね、それから私、みんな違ってみんないいってことですよね、うん、はい、ね、まあ、だから今日本は同性婚とか全然、はい、まあ、見込みない感じになっちゃってますけども、うん、ね、で今このアンドレ・ヘイ監督は世の中が変わったから、うん、今はちゃんと愛する人がいて幸せだそうです。ああ、よかった。はい、でもそれはイギリスだからかもしれませんね。日本ではどうなのかってことだし、そうですよね。金子みすずさんっていうその、まあ、童謡作家の人も共同親権じゃないですけど、その DV 夫に親権を取られて自殺してるんですよ。なんか本当に結構辛い、ね、壮絶な ね、うん、人生をこう歩まれている。でも日本全然変わってない、何も変わってない、うん、そうなんですよね。得すんだこれと思いますけど、うん、はい、まあ、この偉人たちは本当に素晴らしい映画なんで、はい、元の映画もどっちも素晴らしいです、はいはい。
ぜひご覧ください。ありがとうございます、はい、今日は今週19日金曜日公開の映画偉人たちをご紹介いただきました。町山さん今日もありがとうございました。どうもでした。以上アメリカ流れ物でした。